一つ。いいわね。危険。バービーやウニ。俺も。さて、これでエトアリアな夏の一幕シナリオクエストは終了ですね。大空はるか。行ってくるです。皆さん準備はいいですか？ほら、暗いです。わあ、一気に倒した。ちょっとねアズニア弱いんで。焦らずに行きましょう。ミアーレさん自身の紹介服。立ち止まらず諦めないで。いやー、ヒーリングか。亀だけ強いよね、やっぱり。本気の力見せてやるです。行きます。さあアズニア、ただもう一面あるんですよね。おっと、まだ倒せない。ドーンってきた。ここどうするか。突然の灯火。こっちか。そこです。一人になりました。そんな。ここは少しずつ削っていきましょう。半分が足りないようです。少しずつ削っていけなかった。そんな。即攻撃しちゃいましょう。と思ったけど、彼女。フレイ、フレイ。みんなで走り抜けましょう。小手間先生。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。すごい。どうなるか分かっていますね。さあ、一体しか残ってない。しかも当然アズニアも。続きます。行きます。アズニャー。うん、集団攻撃の畳み掛けプラス回復処理がいいですね。バフっていうか。やったー、勝ちましたよ。強化魔法とか防御魔法スピードアップかけられる人がいればなお便利ですよね。さて召喚行っていきましょう。朝は鍵の手入れをして、今まだ、あとは本日最後の、あの1日1回無料10回召喚ですね。本日24日水曜日です。さあ出てほしい星5。九条カレン。ナズナ。さあ星4以上になるぞ。来い。星4だったか。九条カレン。これ初登場なんですね、九条カレン。なるほど。トクラ。はじめ。さあどうだ。来ないか。なかなかうまくいきません。まだ星音が一つだけ。
ワープ挑戦してたりして10連とか言いつつ普段のより出なくなったりして、天使になった区長カレーテ、アルピーチーンなら私はニュースだからなと思ってました。物足りない。